ドミニク・デヌーチは、イタリア・ベネト州ベネツィア出身のプロレスラー。少年は1936年灯された。ベビーフェイスのパワーファイターとして、イタリア系移民の多いニューヨークの WWF 県を中心に活躍した。日本では、ドン・デヌーチ、または、ドン・デヌッツィのリングネームで知られる。1955年に、イタリアからカナダのモントリオールに移住し、 同地区のスター選手だった、トニーランザのトレーニングを受けてデビュー。1960年代初頭は、ドミニク・ブラボーと名乗り、初代ディノ・ブラボーとのザ・ブラボ・ブラザーズで活動した。その後、リングネームを、本名のドミニク・デヌーチに戻して、シングルプレイヤーとなり、アメリカ合衆国の NWA 圏に進出。1964年1月25日には、サンフランシスコにて、 レイ・スティーブンスから US ヘビー級王座をダッシュした。同年下期からはオーストラリアにも遠征、11月7日にキラー・コワルスキーを破り、豪州版の今世界ヘビー級王座を獲得している。カナダでの活動も続け、1966年12月26日にはバンクーバーにてドン・レオ・ジョナサンと組み、ダッチ・サベージンド,ドン・ジャーディンから、 NWA 世界タッグ王座を奪取。翌1967年からは、WWWF に登場、バロンシクルナ、ブル・ラモス、ケンタッキー・ブッチャー、ルーク・グラハム、プロフェッサー・田中、ブルドック・ブラワー、ルー・アルバーノなどのヒール勢と対戦した。以降、1960年代後半から1970年代初頭に、かけては、オーストラリアと WWWF を股にかけて、 活躍。オーストラリアでは、マーク・ルーインラをパートナーに、ナリー・ヘニングハーリー・レース、スカル・マーフィーキラー・カール・コックス、キラー・コワルスキー&、ビル・ミラーなどの協力チームを破り、今世界タック王座を再三獲得。1970年1月7日には、キング・イアウケアに勝利し、今世界ヘビー級王座への通算4回目の大冠を果たした。 WWWF では1971年6月18日、同郷の大スターであるブルーノ・サン・マルチノとのコンビでザ・モンゴルズからインターナショナルタッグ王座を奪取している。1971年下期からは NWF に参戦し、12月8日にワルド・ホーン・エリックを下して NWF 世界ヘビー級王座を獲得。NWF ではオーストラリアでもタッグを組んでいた。 トニー・パリシとイタリア人コンビを結成、NWF 離脱後もパリシとのタッグチームで活動し、フロリダでは1974年12月28日、トール・タナカリック・スレーターから NWA フロリダタッグ王座を奪取した。1975年より WW、WWF に復帰し、5月13日に、ビクター・リベラとのコンビで、ジミーとジョニーのバリアント・ブラザーズから、 wwwf 世界タッグ王座を奪取。リベラの wwwf 離脱後は、アイリッシュパッドバレットを、新パートナーに防衛戦を行ったが、同年8月26日、ザ・ブラック・ジャックスにタイトルを奪われた。王座な落後も wwwf を主戦場に、1977年6月10日には、ペンシルベニア州ピッツバーグにて、スーパースタービリー・グラハムの、 wwwf ヘビー級王座に挑戦した。1978年は、リック・ザ・ブルーザーが主催していた、インディアナポリスのワウィにも出場し、3月4日に、ウィルバー・スナイダーと組んで、バリアント・ブラザーズから、ワウィ世界タック王座をダッシュ。10日後の3月14日には2代目の、ディノ・ブラボーをパートナーに、トール・タナカミスター・フジを破って、 WWWF 世界タッグ王座に、再び大冠、ワウイと WWWF の、両世界タッグ王座の二冠王となった。1980年代初頭も、WWF への出場を続け、ケン・パテラ、ボビー・ダンカン、スタン・ハンセン、ハルク・ホーガン、サージェント・スローター、ザ・ハングマン、アンジェロ・モスカ、キラー・カーン、ジェシー・ベンチュラ、アドリアン・アドニスらヒール勢のジョバーを担当。 1983年に WWF を離れてからは、ビンスマク・マホンジュニアの全米振興の対抗組織として、アワノ・バーンガニアや NWA のジム・クロケット・ジュニアらが結成した、プロレスリング・ USA のニューヨーク近郊での興行に単発出場していた。現役引退後は、ニューヨーク・タイムズの運転手となって働く一方、ピッツバーグのレスリングスクールにて更新の指導。 育成に携わり、ミック・ホーリーや、シェーン・ダグラスを指導した。近年も、東部地区のインディー団体やリユニオンイベントに、出場しており、2005年8月27日の、レッセルリユニオンにでは、イワン・コロフ、2007年3月24日の、IWC ナイト・オブ・レジェンズ3では、ラリーズ・ビスコなど、往年のライバルとの対戦も実現している。2012年4月14日には、 トロントの PWS にて、弟子のシェーン・ダグラスとタッグを組んだ。2021年8月12日に死去したことが、カリフラワーアレイクラブより発表された。89歳ボーツ。1968年4月、ドン・デヌーチのリングネームで、日本プロレスに初来日、第10回ワールドリーグ戦に、イタリア代表として出場した。 1971年11月の再来日では、同月24日に、姫路にて、大木金太郎のアジアヘビー級王座に挑戦。三度目の来日となる1972年10月には、全日本プロレスの旗揚げシリーズに、名優ブルーのサン・マルチノと共に参戦している。WWF と新日本プロレスの提携後も、新日本には来日せず、 サンマルチノのエンコで1981年10月まで通算5回全日本プロレスに来日したが、日本では進化を発揮することはできなかった。ありがとうございます。